皆さん、こんにちは。今回は松田聖子さんについてのお話です。松田聖子さんといえば数々のヒット曲を持つ昭和を代表するアイドルの一人です。1980年にデビュー以降、現在も活動されています。今回は恋多き女性とのイメージもある松田聖子さんの結婚歴についてまとめてみましたので、ご紹介していきます。松田聖子さんが神田正輝さんと結婚されていたことはほとんどの方がご存知と思います。実は3回の結婚を経験されているのです。1985年6月24日に俳優の神田正輝さんと結婚されました。2人の交際のきっかけは映画カリブ海のシンフォニーでの共演がきっかけだったと言われています。その後意気投合した2人は交際に発展したのです。結婚式は目黒サレジオ教会で、披露宴はホテル大谷で盛大に行われました。当時は芸能人同士、また人気絶頂の松田聖子さんの結婚式ということもあり、テレビ中継までされました。視聴率は 34.9% を記録したそうです。そして2人は1986年に女の子を授かりました。この女の子が神田沙也加さんです。しかし神田沙也加さんが誕生した1年後の1987年に離婚されています。当時離婚理由は発表されていませんが、松田聖子さんのスキャンダルが関係しているとされています。離婚の数年前から夫婦生活は破綻していたと言われていましたが、その原因も松田聖子さんの男性問題だったと言われています。アメリカ人で松田聖子さんの英会話の先生だったジェフ・ニコルスさんという方は、松田聖子さんとの不倫暴露本を出版しており、そのように噂されていたのでしょう。2回目の結婚は1998年にされています。2人目は歯科医師の畑野博之さんで、松田聖子さんの6歳年下の方です。世田谷区用賀にある和芝矯正歯科医院に勤められており、松田聖子さんは娘の神田沙也加さんの歯科矯正治療のため週1回くらい通院していたそうです。この結婚は交際期間2ヶ月のスピード結婚でした。何でも会った瞬間にビビビッときたから結婚したと会見でコメントしたことで、当時はビビビ婚と報道され話題となりました。1998年に高輪プリンスホテルで挙式を行いましたが、2年後の2000年12月に離婚されました。この時の離婚理由は、畑野博之さんがアメリカ留学を希望されましたが、芸能活動のある松田聖子さんがついていくことは難しかったからと言われています。離婚後松田聖子さんは長らく再婚していませんでしたが、2012年に3回目の結婚をされます。3人目は川名博雅さんという方で、2人目の畑野博之さんに続いてこちらも歯科医師をされていました。川名博雅さんは慶応義塾大学病院の歯科口腔外科の准教授をされており、口腔外科を専門としてインプラントの権威として有名な方です。お二人の出会いは、フジテレビ局内にある歯科に松田聖子さんが治療のために駆け込んできたことだそうです。なんとも運命的に思いますが、実は当時川名博雅さんは既婚者で、8歳年下の奥様と中学生の双子のお子さんがいましたので、不倫略奪婚となるようです。松田聖子さんが積極的にアプローチしたそうで、川名博雅さんも松田聖子さんのファンだったこともあり、交際に発展、そして結婚となりました。ご紹介してきた通り、松田聖子さんは3度の結婚、そして2度の離婚をされています。しかし他にも交際が報道された相手は数多くいるのです。戦術したジェフ・ニコルスさん以外にもマネージャーとの交際も噂されているのです。そのマネージャーについては2004年に出会い、当時整体師として働いていたその方はその後松田聖子さんのマネージャーになり同棲をしていたとされています。このマネージャーについては今でも交際が続いていると噂されています。他にもバックダンサーをされていたアラン・リードさんとの交際の噂もありました。しかし松田聖子さんが攻め寄って関係を持ったということで裁判を起こされています。最初の神田正輝さんと結婚する前には郷ひろみさんと交際されていました。こちらは1981年に結婚秒読みと言われ、2人で旅行に行くところなども一緒に報道されました。しかし1985年1月に松田聖子さん一人で破局会見が行われました。今度生まれ変わったら一緒になろうねという発言が有名で、
松田聖子さんが郷ひろみさんを大好きだったような印象です。当時事務所に別れさせられたと言われています。松田聖子さんの男性関係を見ていると、他にも有名な男性アイドルとの報道があります。それが近藤真彦さんです。これは中森明菜さんとの不仲説の原因となった報道として有名です。そこで2人の不仲説についても調べてみました。中森明菜さんは松田聖子さんの2歳年下で、デビューも2年後となっています。中森明菜さんは松田聖子さんの大ファンで、全盛期のレコードは全て持っていたと言われています。松田聖子さんも明菜ちゃんは可愛らしくてしっかりしてる素敵な人と評価していることからも、お互いに認め合う関係であったことは間違いなさそうです。実際に松田聖子さんとの不仲説を聞かれた中森明菜さんが否定する発言をしていたこともあるのです。2人のライバル関係や不仲説というのは、当時のマスコミやレコード会社が売り出すために作り出したとされています。松田聖子さんがいわゆるぶりっ子路線で売り出し中のところ、中森明菜さんをアンチ聖子路線として売り出したことがきっかけになったようです。松田聖子さんに対して対照的なイメージを持たせることで有名にしようとしてのことだったのです。そんな2人の不仲説をさらに加速させたのが近藤真彦さんとの関係だったのです。2人の不仲説が報道された発端は、当時中森明菜さんと交際していた近藤真彦さんがニューヨークで松田聖子さんと抱き合っていたことを週刊誌が報道しました。これにショックを受けた中森明菜さんといった感じだったようです。しかしこの報道はデマだったそうです。松田聖子さんは売り出しのイメージとは反対に男っぽい性格だったようで、ハグは挨拶のようなものであったそうです。さらにあたかも二人きりのように写真を撮られていますが、実際には他にも多数の関係者がいたと言われています。当時は聖子と書くだけで週刊誌は部数を稼げた時代ですので、販売部数欲しさにあることないことを書いていたとされています。当時中森明菜さんが近藤真彦さんと交際されていたことは事実ですが、その後中森明菜さんが振られてしまい、2人の関係が終わってしまいました。このように様々な目線から勝手に関係を作り上げられてしまう芸能界は大変そうだと印象を持ってしまいます。いつどんなところで週刊誌に見張られていると考えなければならない生活も大変そのものでしょうし、華々しい芸能界ならではの悩みなのでしょうが、いつまでも松田聖子さんの素敵な歌声が聞けれるよう願っています。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いいたします。